JAXA EORC の前田さん、リコンモーターがグループ、リコンモーターのプロダクトの話になっています。よろしくお願いします。JAXA EORC の前田と申します。今日はですね、昨日から、無事にリリース一般公開されることになりましたアムスタンスルの L2、L3 のプロダクト、主にこれはスキューブ3のデータセットなんですけれども、そういうちょうど打ち上げから1年もという約束をきちんと果たすことができましたので、その辺のことについて概要を説明させていただきたいと思います。まずはこれもご存知の通りなんですけれども、GCOM のミッションは GCOMW と GCOMC の2本立てになっていまして、今回、1年前に上がったのはその GCOMW のシリーズの1世代目、雫という愛称がついてますけれども、全体の計画としては、寿命ミッションタイプで5年ぐらいで、1年の、W を持って3世代ずつ、打ち上げることによって、長期間の気候変動とか水循環を明らかにしようと、そういうふうな目的で、目的のミッションです。で、これがですね GCOM の、第一世代の、衛星の大まかな概要なんですけれども、こちら側が GCOM の W1 という愛称が1年前に付けられたものです。これはマイクロ波の放射系アムスター2アドバンスマグロスキャニングラビオメーター2というのを搭載しておりまして、あと、でも追加させていただきます。で、軌道の方は太陽上軌道で、昇降が地方時で必ず午後になるような軌道を設定されて、軌道に設定されていて、これはですね、8A2 という、複数の衛星を使ったコンステレーションを組んで、複合的に、データを解析する枠組みの中に取り入れられるためにこのような軌道をとっています。で、片やこちら側の GCOMC1 の方は、下肢赤外の、センサー、イメージを積む予定になっておりまして、こちらの方は今度は午後ではなくて午前の軌道を飛ぶように、飛ぶこととなっています。で、今日メインで話すのはこちら側の GCOMW1 で、生成されたデータによって、取られたデータによって生成されたプロダクトの話です。で、積んである機械アムスター2というマイクロ放射系が積んであるんですけれども、JAXA ではアレオス2のアムスターから、もうこういうマイクロの放射系というのはずっと開発を続けておりまして、そのアムスターから数えるとこのアムスター2というセンサーは同形式のマイクロの放射系が3世代目で、かなりもう技術も蓄積されているものでして、アクアに搭載されている2世代目のアムサイーと比べて、例えば主反射鏡のサイズが 1.6 メーターから2メーターに大きくなることによって空間分解の方が 20% 向上しているとか、6.9 ギガというのは結構陸面で、データ干渉がたくさん起こるので 7.3 ギガヘルツと組み合わせることによって、その 6.9 ギガヘルツの電波干渉が発生している領域を測定して、それを除去する仕組みが取り入れられたりとか、あとは、これはですね、ここにマイクロのセンサーを受信するところと、この主反射鏡が回って、地球を見ながら今度は、低温光制限を見て高温光制限を見て、それぞれカリブレーションをして、地球のところで受かったカウント値として見えるんですけれども、カウント値すなわちセンサーの、ボルテージの値で見えるんですけれども、この、ボルテージの値を軌道温度に合成する、1回転ごとに1つと合成するというこういう仕組みを持っています。で、あのサインに比べて、あのサインの時にはこの高温高制限の温度差というのがちょっと問題になって、なかなかこううまく軌道温度を測定されたカウント値を軌道温度に変換するというのはかなり、難があったんですけれども、今回、高温高制限のところの性能が上がったことによって全体の温度ムラがなくなって、より正確に軌道温度が算出できるようになっています。で、ここで、全体的にデータの定義というのがどういうふうになっているかについてお話ししたいと思います。 GCOMC によるとはるかにあっさりしているんですけれども、まず最初にレベル 1A というのがありまして、これがもうすなわち一番最初に取られたデータ、ソースのデータに対して、カウント値ですね、
ね、キャリブレーションする前のカウント値のデータをレベル 1A と、これは一般公開される、対象ではなってませんけれども、そういうのが一番下のベースにあります。で次にそれをキャリブレ起動温度にキャリブレーションして、レベル 1B というプロダクトがあります。これはいわゆる起動温度プロダクト、レベル 1B と言われるものでして、これは、今年の1月から無事に公開がされておりまして、どなたでも利用することができます。でさらにアムサー2の場合には、レベル 1B に加えてさらに起動温度としてレベル 1R というプロダクトが追加されておりまして、このレベル 1R というのは、だいたいレベル 1B、6.9GHz と、先ほど説明するのは取れましたが、アムサー2は 6.9GHz、7.3GHz、10.65GHz、18.9GHz、18.7GHz、23.8GHz、36.5GHz、89GHz っていう7つのバンドで、ランドバンドで地球表面の軌道を測定するんですけれども、大体 89GHz と 6.9GHz はフットプリントのサイズの違いが100倍ぐらいになるんですが、そうすると1つの場所の軌道温度のデータとしても、その100倍フットプリントが違うと同じデータとしてはなかなか扱うのが難しいということで、大きなフットプリントに小さなフットプリントを整合させる、すなわち仮に 6.9GHz のフットプリントで見たら89以下の軌道温度というのはどのように、6.9GHz で89以下を測ればどんなふうに見えるのかというのを、換算したようなプロダクトはレベル 1R です。すなわちレベル 1R を使うことによって、その組み合わせというのは、軌道温度がフットプリントが小さくなる方向から大きくなる方向全てに対して定義されているので、複数の周波数を使って、例えば大気補正をやるだとか、そういうことを行うときにはレベル 1B を使う、レベル 1R を使う方が、より正確な値が推定精度が上がるのではないかというのが期待をして、そういうことを期待してこのようなレベル 1R というプロダクトを定義しています。でこのレベル 1B、1R に対して、各種アルゴリズムを通すことによって、地球物理上に換算されたものがレベル2で、さらにレベル 1B、レベル1、レベル2のデータを、グリッドのデータに起こし直したものがレベル3というこういう定義になっています。で今回リリースされたのはレベル 2、3 のレベル2の地球物理量とその地球物理量をグリッド化したレベル3のデータ、これらが、今回リリース、昨日リリースされたものになります。で、さらに、じゃあどのような地球物理量が公開されているのかといいますと、地球物理量が、解析する対象になっているかといいますと、一番は、昨日のですけれども、8つ地球物理量として算出することになっていまして、積算水蒸気量と、積算降水量と降水量と 海面温度、海上風速、海氷密接度、積雪深、土壌水分、この8つを算出することになっています。そしてリリース時に達成しなければならない、誤差、精度としてこのようなものが要求されていて、今回ここに記載されている全ての、精度を実現していることが確認されたことから、晴れて昨日から一般に公開をされることになっています。これから、4年5年続けていく過程でアルゴリズム等を更新することによってこの精度を向上させていくことが今度我々の次のタスクとなるんですけれども、でこれが実際に、検証が進んで、一般に公開されることになって、一般に公開されている海上温度の全球マップですね、ほぼ、違和感なく与えられていることが確認できています。で次が海上風速でして、これに関しても、問題なく与えられていることが確認されています。でこれが、下降水ですね、積算下降水量で、雲水量で、これが降水量。でじゃあ実際にどの程度の精度が出ているかについてなんですけれども、これは、海上風速アムサー2で推定をした海面温度と、V で測定をした、海面温度、こちらは、アムサー2で推定をした海面温度と左側は、失礼、もちろん V です、ごめんなさい、間違えました、時期が違います、8月と9月で、各々の、
ほぼ1日のラインに乗っていて、正しく推定できているということが確認できています。でこちらは、積算下降水量のラジオゾンデに対する、相関図、こちら側は GPS に対する相関図なんですけれども、おのおのほぼおいい相関を持って、リリース基準を満たす精度を持って、まあ、相関が取れている、検証から、推定ができていることが確認できています。で、こちらは、これは結果だけなんですけれども、一応土壌水分のデータを使う、土壌水分 の, この推定されたデータを使うことによって、実際にこれは、去年の8月、去年の5月から12月までに起こった、南極での干ばつの様子なんですけれども、7月からは、7月まではウィンサットのデータを使って開始されていたんですが、それから切り替わって、ほぼ正しく、アメリカ大陸の北部で起こっている干ばつの様子が捉えられているということも分かっています。で、こちらは、昨年、一躍有名になった、北極海の海洋の現象の話ですけれども、まあ、これもほぼ間違いなく推定されているということが確認されておりまして、今年も、これから減っていくのではないかと、担当の方、一生懸命、毎日データをいただきましたというところです。で、こういうデータなんですけれども、すべてウェブを使って配信されます。ウェブのアドレスは、ここに示しているアドレス、gmo.1.gp で、ここは gmo.1.gp という名前がついていますけれども、このシステムを使って、ただでデータを入手することができます。現時点で、ダウンロードできるのは、今言った、標準プロダクト8種類の地球物理量の、データセット、アムサー2とアムサー1とアムサーに関するデータが、ダウンロードする、すでにダウンロードすることができるようになっています。で、まとめですけれども、GMW1 が、昨年打ち上がりまして、トレインのコンセレーションに入りまして、打ち上げからちょうど1年経ったところで、皆様との約束である地球物理のデータセットを公開することができるようになりました。で、これはウェブ、こちらの URL から無料で入手することができますので、ぜひ皆さんダウンロードしていただいて、ご自身の研究等々に役立てていただければと思います。無事にリリースおめでとうございます。質問コメントがありましたらよろしくお願いします。すいません。スノーデプスとソイルモイスチャーもあるっていう。はい。スノーデプスについて何かクオリティのことなんかあ、図ですか。はい、図はちょっと用意したんですけども、一応ですね、ここに書いてある。10センチの誤差、推定精度というのは実に達成できているということはちょっと確認がしてますけど、ベンチのデプスの、あ、そうですね。なんかすごい難しそうな気がするんですけど、あ、もちろんそのいろいろなんていうか、ね、そのアルゴリズム それぞれによって検証の仕方というのはいろいろ違ってまして、まあ、そこは例えばこの場合はいろいろサイト、地上のサイトがあるんですけど、そのサイトに限定した形で、精度が合っているとはいう、そういうふうな形で、ちょっとそれぞれによって違っていて、スノーデプスの場合はピンポイントという形になると思います。スノーパワーのフラクションのパワーってこれから出てくるんですか？それか別なんですか？フラクションのスーパー、新規説ヒップです。それは反発では、ここにございますか？似たような話なんですけど、そちらで降水量 の、はい、精度というかですね、例えばランドプラスマイナス100ミリパーと書いてありますけど、これどういうふうに読めばいいですか？はい、これはですね、これは何ですか？ちょっと忘れて、相対誤差の相対誤差で評価してるんですけど、ルートミンスクエアエラーを、平均値、降水量の平均値で割ったものに 100% を、まあ、かけてます。はい、ちょっとこれは他のは大体ルートミンスクエアエラー、もしくは、アブソリュートミンエラーで評価してるんですけど、降水量はちょっと、まあ、値によって結構変わりのが大きいので、そういう形で評価をちょっとこれは開発者の人と検証リーダーの方と相談して決めています。あ、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。